ねえキリト君、今少し時間ある？え、ああ大丈夫だよ。じゃあお部屋に行こう。どうしたんだ改まって。で、あ、キリト君、いきなり抱きついてきてごめんね。いきなり。あのね、最近母さんとずっと揉めてたの。あんな学校に通っていたらまともな進学はできない。あんな学校の生徒と一緒にいるとろくなことにならないって。それで学校を転校させるって話になって、母さんはなんでわからないのって、ただ一人で抱え込むことしかできなかった。あ、それで一時期元気がなかったのか。うん、黙っていてごめんなさい。でもぶつからないとわからないことだってあるって勇気に言われてハッとした。私は今まで母さんと本気でぶつかり合えてなかった。だから正直に私の気持ちをぶつけてみたの。そしたらちゃんと分かってくれて。そっか、アスナ一人で苦しんでたんだな。キリト君が愛してくれたのは SAO にいた強いアスナで、こんな弱い自分を見せたらキリト君の心が離れていっちゃうかもって思うと怖くて打ち明けられなかった。アスナ、確かに俺は SAO で君と出会って好きになった。先行のアスナだって結城アスナだってどっちも同じアスナだ。弱くたっていいんだ、俺がアスナを支えるからさ。だからもう一人で抱え込まないでくれ。キリト君ありがとう。ねえキリト君。ん？私将来についてキリト君みたいにはっきりとはまだ決めていないの。でも周りの人たちみんなを笑顔にできるようなそんな生き方をしたい。大切な人の隣に立ってずっと支えていけるような人になりたい。俺も同じ気持ちだよ。ずっと一緒にいようなアスナ。うん、大好きだよ。